お世話になっております。相変わらず、一人でございます。ということで、早速ね、妖怪アーク連動させていきたいと思います。まあ、これだけありますので、これ一個一個ね、連動させていきたいと思います。まずは、これ適当にね、順番にやっていきたいと思います。まあ、まずはこれね、なんだこれは、USA ピョン。ちょっとよくわかんないですけど、できるかなこれ。まあ、私も完全に初めてやるんで、一回も試しにもやってないんで、ちょっとわかんないですけど、やってみましょう。どこだろう、ここかな。あ、できましたね。このアイテムと交換できればどうぞということで、ありがとうございます。なんだ、あ、青コイン手に入れましたね。青コイン。やったぜ、やったぜ、青コイン手に入れたぜっていう感じで手に入れまして、どんどんこれやってみましょう。一応これね、単純な作業ですけど、全部ね、公開したいと思います。はい、これ。次、やっていきます。これやっていきます。ハブ足、ハブ像、ちょっとよくわかんないですけど。はい、これをやってきまして、はいはい。妖怪アーク持っとるよ、持っとるよっと。今こっちで画面見てますね。こっち側の。で、OK。これでやって。はいはいはい。見ながらやっておりますと。このアイテムと交換できればどうぞ。え？あー、いいのね、いいのね。はいはい、OK、OK。赤コインを手に入れていく。よし！よし！まあ、こんな感じでめちゃくちゃたくさん手に入るって感じだよ。カレーパンと銀のコケして。あー、今となっちゃほとんどいらないアイテムかな。もっと、だから序盤にやればよかったね。序盤にやんないの本当にアホだったわ、本当に。本当にアホすぎた。で、次はピットコーン。ピットコーン。なって、合ってるかな？これ、合ってるかな？オッケー。いいよ、これやっていきますよ。はいはい。来いよ、来いよ。はい、来いよ。オッケー。アイテムと交換できるよ、どうぞ。はい、ありがとうございます。あ、黄色コイン手に入れましたね。オッケーオッケー。中継源氏玉も。いらない、いらない、いらない。めっちゃいらないよ、あんた。あんたいらなすぎ。あんたいらなすぎ。ちょっとこれ全部やんのあれかな？長いかな？さすがに。長いから、ちょっとやめようかな。はいはい、これ。次はこれ。これいきますよ。ちょっとこれピントが合わないね。ピント合った。オッケー。これでいきたいと思います。ここで、ね、こうや、こんな感じ。こんな感じでやって。はい。このアイテムと交換どうぞ。えい。来まして。はい、赤コイン。手に入れてきました。はい、札腹ブロック。手に入れました。いらないです。まあ、でもいいやつ来ないんかな。ちょっとどんどんやっていきましょうか。これどんどんやってきます。次はこれ。これこんな感じで。ガンガンやってきますね。こっからちょっと見せない感じでいきたいと思います。まあ、特に見せる必要。あ、全部コインかな普通の。全部コインからなんか来ないからいいやつ。いいやつ来ないですかね。まあ、どんどんやってきますね、これ。次はね。はい、これ。これやってきますよ。はい。妖怪アーク持ってる。なんだこれは。プニ神？プニ神かプニ神か知らないですけど。これですね。はいはい、これ。オッケー、来い。なんかいいやつ来い。いいやつ来ないとこれやってる意味ないよ。全部そういうコインかな。まあ、これ妖怪ウォッチ4でもやってみたいと思います。ということでね。はい、妖怪アーク。オッケーオッケー。読み込む。これできんのかな？併用できんのかな？まあ、次これやってきます。はい、オッケー。プニュって押して、いいよ。オッケー。このアイテムと交換できるわ。はい、どうぞということで。あ、モモコイン。手に入りましたね。いらないな。いらないな。じゃあこのでかいやつやってみようか。でかいやつやってみましょうか。エビチリを手に入れた。全然いらない。はい、じゃあ、でかいやつやっていきましょう。でかいやつ。妖怪アークを読み取る。これ。この、めっちゃでかいやつ。剣みたいなやつ。これやっていきます。これいけるかな？あ、いったかな？あ、できるね。これ一日一回使えるって感じかな。多分なんかそんな感じで。あ、黄色コイン。普通のアイテムってね。アイテムは一緒なんですね。神経験値玉。あ、ちょっと、こっちの方がグレード高いか。ただこれなんか1日1回使えるとか使えないとかそんなことを言っても、このブラックダイヤにいけますか、じゃあ。ブラックダイヤ。これが欲しいんだよね。ブラックダイヤなんか出てこないでしょ、でも。あ、これじゃないか。じゃあ、エンマか、エンマ。これ行きましょう。OK、来い。おい！来いよ。失敗した？待って待って待って。使えないのこれ。使えないっぽい、これ。これはちょっと、時代があれか？前のすぎるか？失敗したわ、だって。失敗したって。何これ、多分これはあれなんかな、ちょっと時代が違うのかな、これこのやつエンマのこれはちょっとシリーズが違うんすかね、ちょっとよくわかんないですね。これはどういうことなんか。あ、交換できましたね、ちゃんと。あ、できました、できました。あ、ちゃんとやり方がまず結構ぴったりやんないとできないっぽいですね。また剣いきましょうか。また剣をやっていきましょう。まあ、これ結構だるいんで、飛ばしたい方はもちろん飛ばしてください。私はこれ、どんどんね、やってきますんで、ずっとやってきますんで。はい、じゃあ次これ。剣のやつ。OK。ちゃんとくっつけないとダメっ
ぽいですね。プロコン、プロコンっていうか、まあ、コントローラーと。プロコンじゃなくてもいいですけど、赤コインを手に真面目にいける。いらないね。全然いらないやつだね。いらなスイングトゥードゥーゲーですね。これ完全に。いらなすぎてあれだな。まあ、こんな感じ。じゃあこれ、まあ、全部やっていきましょうか。もう、どうせなら。これね、次、剣。また剣。全然ピント合ってないと思うけど。そこはいいですよ。そこは置いといて。はい、いいよ。行け！早く行け！このアイテムと交換できるわ。え、マジでこれ。え、普通のコインしか手に入んないの？それ待ってよ。だってこれあれやればいいだけじゃん、ただ。無限地獄やればいいだけじゃないですか、これ。なんだよ、これ。無限地獄やればいいだけじゃねこれ。しかもこれスキャンするの地味にめんどいし。なんか一気にやったら次これやっていきます。オッケー、どんどんやっていきましょう。オッケー。まあ、これキャラとかは関係ないみたいですよね、どうやら。やはり。キャラとか、その、妖精剣だろうが、あんまり内容的には変わらないと。ただ、妖精剣の方が、若干いいアイテムなのかもしれないですね。神経験値玉とか来ましたから、若干いいやつにはなってんのかもしれないですね。この普通のやつよりは。どんどんいきますね。これ全部やっていきたいと思います。時間的にまあ10分ぐらいには収まると思うんでね。全部やっていきましょう。OK。でももう一回やったら多分できないですね。多分。もう一回やってみましょうか、試しに。試しに同じやつでもう一回やってみましょうか。多分ね、できないと思います。さすがにできちゃったらそれ意味ないですからね。全く、これいっぱい買う意味ないですからね。OK。これで、はいはい。できないかな。あ、使用済みみたいだね。みたいな感じで来ますね。じゃあこれもう一回やってみましょうか。これ、さっきも使ったやつなので、これどういう風に反応くんのかな。どういう風に反応くんのかな、これは。はいはいはい。使用済みみたいだねってくんのかな。あ、今日はもう使えないわ。明日の、朝6時を過ぎたらまた来てね。あ、やっぱこの妖精剣は、もう一回使えるみたいですね。もう一回っていうか、毎朝使える。毎朝っていうか、毎日使えるみたいですね。だからその点はいいんじゃないですか、やはり。だからそっち、確かそれ1700円ぐらいだったかな、確か。Amazon で買ったら。だから、まあどうなんだろうね。お得さ的にはどうなんですかね。こっちは、この箱の方は、100円ぐらい、100、1個100円ぐらいかな。そう、また200円ぐらいかな。だから、うん、まあどうなんだろう。まあこれが普通に欲しい人もいますからね。私はこれいらないですけど、全然。全然いらないから、むしろ誰かにあげたいぐらいなんだけど、もう本当に一回使っちゃったやついらないからさ。でもまた今後ね、妖怪ウォッチのゲームが出てきましたらまた使えそうですけどね。はい、じゃあこれ。だってこれ前からあったやつですよね。妖怪ウォッチ1のために作られたやつじゃないですから、全然多分。てかピント全然合ってないと思いますけど、そこはちょっとご了承ください。なんとなく雰囲気で。まあ、形だけ。じゃあ次、これいきますか。なんかちょっとデカめなやつ。シュラコマみたいな。ルビーシュラコマみたいなやつ。これ。あ、これピント合わないね。ピントこれどうやって合わせんだろう。わかんないですけど、まあいいや。とりあえず。とりあえず行きましょう。全然いいやつ来ないですね。五つ星コインなんか来ないですね。なんか来るとかさ、あ、書いてあったような気がするんですけどね。なんかその攻略サイト的なものに。なあ、でも、運なんだ。完全に運なんだ、多分。だってこれさ、20個か10個ぐらいやってるか？全然この神経験値玉。やっぱこのでかいやつ、高いやつだと若干いいやつが手に入るっぽいですね。神経験値玉とかアイテムがね。じゃあ次、このブラックダイヤのやついきたいと思います。まあ、これ全然ピタってないけどね。まあ、そこはご愛嬌ということで、ちょっと流してくださいということで。はい、いきますよ。ここで、はい、ピッてやって、このアイテムと交換できるとどうぞ。はいはい、来いよ、と、来いよ。はい、桃コイン。いや、全然来ねえじゃん、おい。全然来ねえわ。なんだよ、これ。8000円払ったぞ。だいたい8000円払いましたよ。7900円ぐらいかな、確か合計。いや、マジかよ。じゃあ、ラスト。これラストっすね。剣のラスト。剣のラストって言うけども、全部のラスト。はい、行きます。オッケー。これで、妖怪、オッケー。読み取り、連動して読み取り。え、ちょっと待って、一回も五つ星コイン来なかったわ。マジか。あ、これで終わりっすね。これで全部やりました、もう。オッケー。これで全部こんだけ、これ全部やりましたよ、これ。これ全部やりました。マジか。じゃあ合計見てみます。合計見てみまして、え、マジで言ってんのそれ。さすがにそれなくね。さすがにドイヒーだよ。ドイヒー。え、ちょっと待って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 。え、赤コイン5個に、黄色コイン3個、紫2個、青コイン4個、桃コイン5個っていう結果でした。5つ星コイン来なかった。マジか。これ買う意味あんのか。
これだって無限地獄でも手に入りますね。私の他の動画で上げてますけど、無限でなんかコインを入手する方法みたいな。で、単純にこれ、まあ、これ結構高いですよ。なんだかんだ言って。これ合計で8000円ぐらい。この全部合計でね。今やったやつで。だから、5個、8、13、17、19だから19個か。合計19個いろいろ買いましたけど、これで合計7900円ぐらいです。で、これで、まあ大体無限地獄だと言うと、まあ19個だから、まあ大体6回ぐらいか。6回ぐらい無限地獄を周回すれば、大体同じぐらいのね、コインが手に入るということですね。ただ、まあこういうやつとかは、連続でね、毎日使えるみたいな感じなんで、その点はいいですけど、ちょっとこれなんだ、コスパ的にはちょっと合わないかなと思いますね。だから子供とか、若い子だったら、お金がなかったら、まあ7900円ですから、結構高いですから、お金ない方は、普通にね、無限地獄周回の方が、まあ安くね、手に入るんじゃないかなと思います。無限地獄とか言ってもね、5枚ぐらい手に入ることもありますからね、コイン。まあ大体平均で私の感覚値で言えば、3枚ぐらいでしたから、先ほどあのように言いましたけど、大体、最高で5枚も手に入ることもあるんで、まあ、お金ない人はね、あんまりお金払いたくないよみたいな人、普通に単純に無限地獄周回すればいいんじゃないかなと思います。レベル上げにもなりますしね。なんでまあ、一応そんな感じで、検証させていただいた動画でした。まあ、ほとんどね、この動画、まあ他の人も上げてるんですけどね、こんな同じような動画ね。ただ、一応ね、私も、普通にただコインが欲しくてね、5つ星コインが欲しかったんですけど手に入らなくて、残念だったんですが、それを目当てにねちょっとやったんですが、ダメだったっていう感じでした。まあでもまあいいんじゃないですか、そういうのもあってね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。結構ね、同じことの繰り返しなんでつまらなかったっていう人もたくさんいると思うんですが、ここで終わりさせていただきたいと思います。それではバイバイ。